戻しました。国部からワンタッチ、有ヶ谷、もう一度国部、開いて福森です。椿にボールが通る、中へ送る、鈴木シュート、こぼれ球、国部シュート打ってきた。いやーナイスブロック、素晴らしい。なんとか溝口が書き出しました。国部のシュート、そして溝口がヘディングで書き出した。北九州のねこの崩しももちろんパーフェクトで、こぼれ球に対してね国部選手も枠捉えてますね。ショートコーナー変化をつけた、中に送ってくる、ヘッドはゴールキーパー長い収めています。ここは何か意表をつくタイミングで始めましたね。そうですね、まあ、ただね、永井選手も非常に冷静で落ち着いてましたよね。はい、今日は再三ボールに絡む、ここを奪いに行く、高い位置から奪えるか、ここは行くんですが剥がしました。秋元右フリーで待っている、エスクデロ自分で行く、シュート打ってきた、わずかに外れました。エスクデロ思い切り右足を振り抜きました。秋元選手のもちろんね、ここタフにやったっていうところでのチャンスメイクは良かったですね。はい、もう完全にシュートコース空いてましたね。コースを狙ったんですがわずかに外れました。ちょっと剥がして、椿ワンタッチ、町の狭いところ、さあ椿スピード抜け出した、自分で行くか、中に入ってくる、切り返してシュートか、こぼれ球、ハードアピール、しかし主審は取りません。今のは椿がスピードを見せましたね。非常にいい仕掛けでしたよね。さあ奪ってエスクデロ打てるか、シュート打って枠のわずかに左、キーパー触ったかどうか。今のこのルーズなボールに対して諦めませんでした。そしてエスクデロつないで、最後長いよく触りましたね。藤原縦を使う、高橋左利きです、持ち替えてクロスを上げる、鈴木の前、後ろから国部、町野、裏を取ってシュートか、クロスです。藤原浮かせて鈴木ヘッド、決まった、素晴らしい。後半2分、いきなり後半ゲームが動きました。攻撃の枚数厚みを出したことで、セカンドボール、まあ、二次攻撃、三次攻撃につなげましたよね。まあ、このクロス藤原選手もよく見てましたし、まあ、この状態ね、後ろに反らしながらですけども、よく逆サイドにねミートできましたよね。そうですね、少し時間もかけながらというキッカー福森、ファーサイドヘッド、ゴールキーパーよく取っていました。川田近い距離でしたけどもよくセーブしましたね。よく反応できましたよね。左サイドへ展開よく見ていました福森です。高い位置を取っているサイドバック、仕掛ける、荒垣が回り込む、自分で中に入ってきて福森シュート、キーパーナイスタグ。福森選手もね、カッティングからシュートを非常に見応えありましたけども、さあまた上げてきたゴールキーパー川田、いやそうですね、いいシュート、そしていいパンチング、いいセーブでしたね。そうですね、まあ、しっかりとねゴールを試合に入れてますよね。瀬川が入れる、ボランチの岩間、タッチはありました。ここで試合終了、北九州が守りきりました。シーズンの後半初の連勝をホーム2連勝で飾っています。栃木もあと一歩迫ったんですがわずかに届きませんでした。